こんにちは、タクプロです。こんにちは、ナムちゃんです。珍しくないですか、鳥のさえずりと穏やかな日差しと。珍しく風もあんまりない。そうですよね、1月ですけど外に入れますね、今日は。確か14ぐらいまでですかね、最高ですね。ということで今日は外からスタートしてますけど、まあ、なんでかというと、まあ、あまり中ちゃんが走っている姿を見たことがない方が結構多いのかなと。バスやってるからとかじゃないですか。違うんですよ、違うんですよ。中が使えないからとかそういうのではなくて、3キロタイムトライアル中ちゃんの走りを見てないので、中ちゃんの走っている姿をお届けしたいなと。で今日はですね、何をやるかというと、タクプロメソッドの、まあ、中心的なメニュー一つ、ジョックインダッシュ、中ちゃんがやってる姿を、撮りながら、まあ、こういうところに気をつけましょうみたいなのを。結構ね、鳥が元気がいいです、まあ、そもそもジョグインダッシュを何のために入れているのかみたいな、ちょっとぼやっとしてる方いるかなと、まあ、中ちゃんももしかしたらぼやっとしてる方かもしれないのでまあそのあたりもちょっと一回整理して、ジョグインダッシュはどれぐらいの頻度で入れてますか。多分週1か週2。大体どれぐらいの距離を、どれぐらいのダッシュの本数でやってますか。150から200ぐらいかな。多くて10本。だいたい10キロぐらいから、まあ、ただ14、5キロ走るうちの5キロ部分で5回だけやってるとかっていうのは、あ、まあ、基本的には1キロに1本入れるような感じで、はい、まあ、最初の体が温まるまでのウォーミングアップ距離とか、はい、その辺を除けば、まあ、基本的にはそんな感じでやってる感じです、はい、ダッシュ の、 ペースとかジョギングのペースはどんな感じですか。最後終わってから時計見たらダッシュもジョギングも合わせて何分ペースになってるとか、どれぐらいですか。まあ、ジョグとしては一応基準値ペース、自分を見ていくと5分45とかですけど、はい、で途中でジョギングダッシュ入れて、できればレースペースよりもすごい速くて、キロ4分ぐらいまで上げたいんですけど、はい、ですけど、はい、距離が短いんで、はい、そこまで上がりきらず、多分4分15とかまで上がってれば、はい、まあ普通かな。あ、ってことはそのトータルの平均ペース、ダッシュもジョグも含めた平均ペースはそんな速くないですよね。そんな速くない。だから狙ってる基準値よりもちょっと速くなるんですよ。わかりました。このジョグインダッシュはそもそも何のためにやっているかっていうところを一回整理してからやった方がいい気がするので、ちょっとそこ一回整理しましょう。ジョグインダッシュって、なんでやってるかっていうと、タクプロメソッドの大事な部分は月間走行距離を、伸ばしていきましょうと。で、まあ、最低できれば500は踏みたいです。まあ、なんでかというと月間走行距離の4分の1が1週間の走行距離になるの で、 でその1週間の走行距離の3分の1が1回で走ってもいい安全な距離で考えると、42キロ走をやるためには、まあ、500キロぐらいの月間走行距離があると安全ですよねっていうところから、月間走行距離、まあ、最低500ぐらいは、走れる方は走って、で42キロ走を、月3本、まあ、2本から3本は、やってください。それをやった上で1ヶ月の月間平均ペース、これを、引き上げていくことでトレーニングの負荷が上がっていくという、メソッドなので、ポイントとしては月間、走行距離とそれに対する月間平均ペースというのが大事になってくるんですね、はい、なのでいい練習をした、いい練習ができなかったっていう判断は一個一個の今日の練習、明日の練習ではなくて1ヶ月で見た時に、ちゃんと走行距離が踏めてるかどうかっていうのと、月間平均ペースが速いことなんですね。その月間平均ペースを引き上げるためのトレーニングがジョグインダッシュっていうのがなんか一番大きなざっくりとした目的になります。ジョグインダッシュの、目的のもうちょい細かいところでいくと、マラソンを走る上での、スピード余力、要はレースペースに対して、あ、このペースってゆっくりだよねって思える、スピード余力ですねと、最低限の、心肺機能、まあ、マラソンってそんなに前半前半するとこ引っ張る種目ではないので最低限の心肺機能があれば OK なので、まあ、レベルが上がれば上がるほど必要にはなってくるんですけど、それほど必要ではないなというふうに自分は思っているので最低限の心肺機能を鍛える。
っていうところでいくと、中ちゃんのやっているジョグインダッシュだと月間平均ペースを引き上げるっていうことに、繋がってない感じしないですか。要は平均的なジョギングとよりもちょっとぐらい早いぐらいで終わってますだと、そこで月間平均ペースを引き上げる目的が果たせてない気がするので、もうちょっとトータルジョグインダッシュをやって10キロだとしたら、その10キロの平均ペースがもうちょっと早くなきゃいけないかなというふうに思います、はい、で、もう一つがレースペースに対するスピード余力をつけるっていう目的があるので、もうちょっとダッシュのところはなんかレースペースっていうよりはもうそこよりもぐっと速い全力疾走にほぼ近いぐらいのところまでぐっと引き上げて、ジョギングしてぐっと引き上げてジョギングしてというやり方にしないと、目的が果たせない気がするので、ちょっとそこを修正しようかなと思います、まあ、こんな感じで大きな目的と細かい目的から考えて、なんとなくタクプロに言われた、ジョギングしながら、1キロピーってなったら 100m から150のダッシュを入れるのを、繰り返しましょうっていうのをなんとなくやってると、その目的果たせなかったりするので、目的の大テーマとしては月間平均ペースを引き上げるため、細かいところでいくとスピード余力と最低限の心肺機能をつけましょう、そこの目的がちゃんと取れるやり方で、今日は10キロのジョグインダッシュをやりたいと思います、はい、10キロの中に 100m ダッシュを10本入れるのをやってみたいと思います、まあ、実際に走りながら中ちゃんを追いかけて、もうちょっとダッシュ強くしましょうとか、ここでペースを落とすとダメなんですとか、なんかそのあたりを解説しながら追いかけたいなと思います、はい、プレッシャーを感じながら走ってくださいじゃあ行きましょうか。はい、頑張ります。頑張りましょう。じゃあはい、久しぶりに、まあ、基本的にはダッシュしてジョックしてというのを繰り返すんですけど、その最低限の心肺機能を鍛えましょうみたいなところのポイントでいくと、ダッシュの、終わった後ですよね。 100m なんでダッシュの中で心肺機能が要は苦しくなるところってそんなになくて、ダッシュ終わった後のところがきつくなるので、ダッシュ終わった後のところで一気にガクンと落としすぎないようにすることと、スピード威力みたいなところを強くしたいので、ダッシュは、割と思い切ってバーンと時計がピーってなったらバーンと出るみたいな感じで、なんかじわっといかずに結構勢いよくストーンと出ちゃった方がいいと思うので、はい、思い切ったダッシュをしましょう、まあ、ただ体が温まるまでの、最初の 1,2,3 本ぐらいはいきなりダッシュすると足危ないと思うので、まあ、慣れてくるまでは、そんなに勢いよくいかず体が温まってきたなと思ったら、もうダッシュは思い切って最初からドーンといくような感じでいきましょう。あとは次のダッシュに入るときに呼吸がある程度落ち着いてないと、どん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 1本目のダッシュが終わって、2本目のダッシュが終わって、3本目のダッシュが終わってって、どんどんきつくなってしまうので、ダッシュの直後の、ジョグは落としすぎないんですけど、次のダッシュに入るまでに心拍数がある程度落ち着いている、まあ全く呼吸が上がっていない状態まで落ち着く必要はないんですけど、なんか苦しいところが抜けるぐらいの状態にはしとかないといけないので、はい、きつさが積もっていかないようにしましょう。そのあたりを意識して、10キロ、インダッシュ10本、追いかけながら撮影したいと思います、はい、最初はジョグから入ります、はい、で最初のラップがピーってなったら、ダッシュするので、まあ、正確に言うと 10.100m 走ってるんですね、はい、じゃあジョグから入りましょう。行きます、はい、よーいスタート。行きます。平均ペースを引き上げる練習ですけど、はい、最初からいきなりジョギング飛ばしすぎる必要ないので、ダッシュが入ってくると自然にジョギングのペース上がってくるので、最初のジョギングはリラックスして入りましょう。最初のダッシュの1本目が呼吸が一気に上がるんで、意外と1本目が一番きつかったりしますよね。リラックスして、ね、平均ペースを上げる練習ですけど、上げに行こうとするのではなくて、ジョギングはあくまでもリズムのいい気持ちのいいジョギングを心がけて、ダッシュが入ることで自然にそのペースが引き上がっていく感じが理想的ですね。はい、リラックスして、今日は気持ちいい天気ですね。ねえ、はあ、走りやすいですね。あんまりジョギング
のペースは意識しなくていいですかね、はい、アスファルトの方で行きましょう。
さ、武将隊もいました。武将隊いました。いました、あの橋のところに。あ、本当ですか。写真撮影。あ、だって3本目のダッシュが終わるぐらいに体が動いてきて、はい、呼吸が入りやすくなるので、まあそこまでは欲張らないのがコツですね。はい、入ってるんで、はい、こ
ここでしっかりジョグが整って次のダッシュに上手につなげるようにしましょう。はい、あと200でダッシュできます、はい、5回目、はい、あと100です。じゃあこのまま500も一周しましょうか。ちょっとカーブが多いところでダッシュ入っちゃうんで、はい、行きますよ。はい、ポンと行きましょう。ポンと、あと100ちょい。
はい。ダッシュの後がついたね。はい。これ一気に緩めない。はい。いい感じです。だんだんきついのが抜けてくるので、はい、しっかりリラックスを作っていきましょう。はい、500m ぐらいが呼吸苦しいじゃないですか、はい、その時にちょっと肩に力入りやすいので、はい、そこで頑張るジョッキに切り替わっちゃわないように気をつけましょう、はい、そう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 、いいですね。ジョッキで苦しくなってるわけじゃないんで、はい、ダッシュの苦しさが続いてるだけなので、ジョギングはあくまでもリラックスジョックです、はい、さあ200ですね、はい、今までやったらちょっと時間じゃないですか、ずれちゃう見て気になるの100ですね、はい、だんだんダッシュが重たくなってくると思うんですけど、はい、あのスピード出すことは大事ですけど、なんかあんまりガチャガチャにはならないように気をつけましょう、足を引き上げて、はい、あと50でいきます、はい、はい、あと100です。
りがとうございました。はい、お疲れ様でした。よし、なんすか。全く別物でした。ダッシュもどっちかというと上がってくるのを待つみたいな感じだったんだ。はい、終わりました。ゴールタイムが51分2秒で、まあ、10.1 ですね。で平均ペースが5分3、まあ、やっぱりこんなもんですよね。5分前後ぐらいになるかなと思ったんですけど、だいたい予定通りで、やっぱり最初の 1,2 本の中ちゃんのダッシュを見てると勢いよくポンと出るのがまだ苦手で、でもやっぱりな最後の方になったらポンと出れるようになってたんで、まあ、これを繰り返していくことでスピードを上げれる能力がついて、はい、結果でスペースがゆっくりに感じられるようになるし、はい、ダッシュしてるときって呼吸そんな上がらないんですよ。 100m だけなん で、はい、でダッシュの後のジョギングのところで呼吸が上がるところで長ちゃんはストーンって落としたっていうところだったんですけど、あそこが心肺機能強化ゾーンなんで、とにかくあそこで落とさないように、落とさないんだけど気がつくと落とさないように落とさないようにって走ると頑張るジョギングになっちゃって、なんかジョックインダッシュというよりはずっときついのが続いてるみたいな練習になっちゃうので、はい、それは気をつけないといけないところで、ダッシュの後はちょっときついところが出るんだけど、その中でいかにジョギングの中でまろやかにしてリラックスして次のダッシュにつなげるかっていうのがポイントかなと思うので、はい、まあ上手にできてたのでこのやり方に変えてください。初めて分かった。インダッシュの時はどのぐらいのペースになるものなんですか？パンって上げた時に。いや結構早いですよ。3分20とかもっと上がってる可能性もあります。結構ガッと自分もしっかりダッシュしないと追いつけなかったんで、これだけ見ると3分10ぐらいになったかも。そうですよね、それぐらいいくかもしれないですよね、はい、後半のガッといけてる時は、うん、それぐらいまで触れてるかなと思います。今までは4分10とか15に上がるかなって言ってましたからね。そうそうそう、4分切れてない。だから結果なんかジョックインダッシュになってなくて、メリハリのないふわっとした練習になったんで、マックスジョグみたいな。でこれをやることで平均ペースが上がって、でここで引き上げてるんで、普段のイージージョックはもっとゆっくりやることもできるし、これをやることでいい刺激が入って逆に他のジョグのリズムが上がったりもするんで、なのでこういうなんかちょっと刺激入れみたいな練習は大事ですよね、はい、くれぐれも間違えないでいただきたいのが、まあ、中ちゃんの場合は月間500とか600とか踏んで基礎もしっかりあるのでダッシュパンって強くやってるんですけど、これは基礎がない方がいきなりやると、まあ、ダッシュで怪我をしてしまったりするので、まあ、最初はもうちょっとダッシュのところは余裕を持ってやって、速く走ることに体が慣れてきたとか筋力がついてきたとかっていう状態が作れたら、今日の中ちゃんみたいなバーンとダッシュして、ジョックに戻すっていうのをやれるといいかなと思います。なんかあれだけ全力疾走したらなんかしばらくぶりやん。下手すると何十年ぶりかもしれない。いやでもそれが大事で、なんかそこの刺激が入ってる人の方がレースペース絶対余裕あるじゃないですか。だからそのグッと速く走るっていう刺激はやっぱりマラソンでも必要なんですよね。マラソンでは使わないんですけど、マラソンのペースに余裕を作るためには必要だったりするので、ぜひ取り入れてみてください。まあ思ったよりも負荷の高い練習になるし、低いと思ってたらなんか、はい、ヤストとかと変わらないと、むしろ、ね、ただインターバルと何が違うかっていうと、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました。いい内容だったと思います。はい、おそらく今まで中ちゃんがやってたのはジョックインダッシュではなくてジョックインジョックの速いやつ、ね、平均ペースも、今日のだと5分ちょうどぐらい、今までやったのだと5分40とかぐらいだったので、はい、まあ、全体的な平均ペースも速いし、はい、ダッシュの刺激の質も違うので、はい、強化練習ってほどなんかずっと苦しいのを引っ張るわけではないけど、まあ、刺激の入り方としてはまあ、強化練習に近い刺激の入り方もするのかなと思うので、はい、まあ、この練習があることで、普段のイージージョックがよりなんか呼吸が入りやすくて、はい、スピードの余力もあるからよりリラックスして走るようになったりとか、はい、あとはここで平均ペース稼いでる分普段のイージージョックはもっとゆっくりにすることもできたりとか、うん、逆にこの刺激が入ることでリズムのいいジョギングができたりするので、この練習が
あることでいろんなところにあのいい影響が伝染していくのかなと思うので、今日のこのやり方をちょっとぜひ続けていただきたいなと思います、はいはい。でさっきあの中ちゃんが、まあ、これ結構ヤッソ800に近いぐらいの喫茶があったみたいなことをあれ言ってたんですけど、ヤッソ800みたいな、まあ、要はインターバル層と違うところって、インターバル層って結構苦しいって感じてるのを引っ張る時間が長かったりするじゃないですか、はい、でもこの練習ってダッシュの時って苦しさ感じないですよね100で終わっちゃうん でそれの後に来るダッシュのなんか後に来る余韻のきつさみたいなのがちょっとあるんですけど、そのきつさを感じている時にはもうペース落ちてるんで、なんか動きが崩れるほどのものでもないっていうのが結構この練習のいいところで、要はインターバル走でハイペースの状態で苦しいのを引っ張ってる時ってすごくもがくじゃないですか、うん、でもがいてる時って絶対いい動きできないんで、そのいい動きができていない状態が体に馴染んじゃって、普段のジョギングもバタバタした動きになっちゃうっていうのが結構インターバルのリスクみたいなところであるかなと思うので、このジョックインダッシュだと苦しさはもちろんやってくるんだけど、苦しい時にはペース落ちてるんで、苦しい中でいい動きがキープできるっていうのが結構いいのかなと思うので、なんか終わってみた印象は、あ、なんか思ったよりきつい練習なんだ、なんだインターバルとそんな変わんないじゃんっていう印象があるかもしれないんですけど、そういった意味でちょっとインターバルと大きく違う差があるのかなっていう感じです。確かにダッシュしてる時はもう全力疾走で、はい、ほぼ 100m 走思いっきりやってる、ね、苦しさを感じてる暇もないので、はい、実際多分苦しさはちょっとずれてくるん で、 そうです、ね、はい、で自分の場合はあのダッシュが終わった瞬間ってパンって落としちゃうんで、はい、その癖を直さないと、うん、あのその後引っ張れないんで、うん、あ、そうですね。そこで気をつけないといけないのが、ダッシュから上空に切り替わった時にパンと落とさないようにすると、なんでかというとそこで一番呼吸が上がってて、まあ、そこでその最低限の心肺機能を鍛えましょうという目的をそこで手に入れることができているから、ここは落とさないようにしようっていう意識が働きすぎると、そのまま落とさないで次のダッシュに行っちゃって結果苦しいのを引っ張る練習になっちゃったりするので、90秒ぐらいで呼吸が落ち着いてきて、90秒から先次のダッシュまでの間は、とにかく気持ちのいい状態ができているっていう状態をしっかり作ることがポイントですよね、はい、あとなんか気づきみたいなのありました？心拍が自分レースペースで145ぐらいなんですけど、うん、で練習だって上がっても150いかないぐらい、今日はもうダッシュのところで156とか、うん、すごいあの心拍も上がってるんで、やっぱりそのマックス心拍がこれを続けてればだんだん上がってくるんですかね、うん、まあまあ、マックス心拍というよりは、まあ、シンプルに心拍機能が強くなっていく感じですね、うん、そうです。ちょうど今日の、中ちゃんの感じだと平均心拍139で一番高いところで156、そうですね、でレースペースが145ぐらいですよね、はい、でなると、まあ、その間ぐらいの感じ、平均がそれよりも下回ってて、ね、高いところがそれを上回ってるっていう感じなので、まあ、ちょうどいいところを叩けてるかなと思うので、まあ、これ繰り返してるとレースの心拍数がもうちょい高いところでレースの進めても失速しないっていうのが作れるかなっていう感じですね、はい、ちょうどいいところでいけたんじゃないかなっていう感じですね。そうですね、はい、あと細かいところでいくと呼吸が上がってくると肩の力が入りやすくなって、うん、で呼吸が落ち着いてるのに肩の力のこの力みはそのまま残したままみたいな感じになっちゃうので苦しくなるとどうしても肩に力は入っちゃうので、はい、まあ、そこで抜きましょうっていうのは難しいと思うんですけど、苦しくなって余裕ができた時にちゃんと肩の力をすぐ抜いて、はい、いい状態を作ってから次のダッシュに、はい、備えるみたいなのは、注意するところが必要かなと思います。了解です。ダッシュがあって、まあ、ある程度そのきつさ、余韻があってジョグがあってしっかり整えるジョグが来る、ね、はい、ジョグは2種類切り替えていかなきゃいけない。そうですね、その波を上手に作っていって、うん、あの中ちゃんの心拍数のこのメーターを見るときつさ積もってないんですよね。そうですね、スーッとパーンと心拍数上がってスーッと戻せてて、スーッと上がってスーッと戻せて、うん、これがこういう風になりながらどんどん上がっていっちゃってたとしたら、うん、この練習としてはちょっと間違ったやり方、ただ、足に関してはもちろんスタートの1キロ2キロの足よりも後半の足の方がもちろん疲労はしてるので、足はのきつさはちょっとずつ重たくはなっていくんですけど、心拍数がなんかどんどん積もっていくようなやり方だとしたら、その間のジョギングが早すぎる可能性があるので、うん、そこは気をつけないといけないですね。整えるジョグのところのペースがあんまりこだわりすぎない方がいいのかなっていう、もうまさにそうです、はい、そこは感覚で、ちゃんときつさが抜けてくるようなジョギングをしようみたいな感じです。自分もたまに終わった後に平均ペースが、自分がやるときって25キロとか30キロでやるんですけど、大体3分45とか3分50になるんですけど、なんかそこの平均ペースを上げよう上げようって意識しすぎると
なんかどうしてもちょっときついのを引っ張っちゃったなって印象で終わっちゃったりするので、だからそこのペースはあんま気にせず、うん、まあ、気にしなくてもうまくやれれば平均ペースは引き上がってくると思うので、そこは数字持ってかれすぎないですね。ゴールに向かってペース上がっていかないようにしないと早く終わりたい早く終わりたいとかなんか考えちゃうと、そうですね、ペース上がっちゃう、はい、じゃあこれからちゃんとこの正しいやり方で、はい、そうですね、どの練習やるにも、どんな目的があるのかっていうのが大事なので、まあ、この練習に関しては、月間平均ペースを引き上げるためっていうのが大きな、目的で、細かいところで言うと、レースペースに対するスピード力をつけましょうっていうのと、あと最低限のマラソンを走る上での最低限の心肺機能を強化しましょうという目的があるので、はい、ちゃんとそれを手に入れられる形で、はい、進めていきましょうということで、川柳を、はい、ちょっと考えてみます。お大丈夫です、ここでいく、はい、年が明けすぐに別大どうしようはっきり言って今受験生の気分です。結構いると思います。2月って11月12月ってちょっと遠く感じるんですよ。はい、2023年になるし、ね、お正月もあるから。そうそう。なんか箱根だ、ね、なんだ、ちょっと遠く感じるんですよ、ね、うん、あれよく考えてみたら年末になってあれもう1ヶ月来月じゃんみたいな感じでしたもんね。そう、年末年始ね、どうしてもちょっと抜いちゃうじゃないですか。そうね、旗で気がつくともう1ヶ月切ってる分かる分かるって言ってる人が結構、うんうんうん、ここあと頑張っても10日間ぐらいなんで、はい、うん、そうですね、はい、しっかりやっていきたいと思います。まあ言っても10日間あがいたところでどうなるかって言ったらそんなに変わらないんで、まあ、はい、いつも通りさらっといきましょう、はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。